皆様ご起立願います。皆さんおはようございます。ご着席願います。開会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。新緑がまぶしく爽やかな初夏の風を感じる好季節を迎えました。本日ここに令和元年第2回辰野市議会臨時会が開会の運びとなりましたことは誠にご同慶に堪えないところであります。さて今期臨時会はすでにお手元に配布しておりますとおり市長より付記されました承認案件及び条例制定のほか議会といたしましても議員提出による条例制定議案を付記いたしております。これらはいずれも重要な案件でありますので議員閣議におかれましてはそれぞれの議案に対し慎重なるご審議により適切妥当なるご決定を賜りますとともに議事運営につきましても格別のご協力を賜りますようお願い申し上げまして開会のご挨拶といたします。市長、大会に先立ちまして一言ご挨拶を申し上げます。新緑の好季節となり爽やかな風香る本日ここに令和元年第2回辰野市議会臨時会を招集いたしましたところ議員閣議におかれましてはご健勝にてご出席を賜り開会されますことに対しまして厚くお礼を申し上げます。さて平成の時代が終わり輝かしい令和の時代が幕を開けました。議員国保証の地の通り新元号令和には人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つ日本の四季折々の文化を次の世代に引き継ぐという思いが込められています。本市におきましてもかつてないスピードで進行する人口減少と高齢化の中すべての市民が将来にわたって住みたい、住み続けたいと思える未来応援、住みたい街、辰野の実現に向け、持続可能な市政運営を推進してまいりたいと考えております。そのためには、私が市長就任後、まもなく実施した市長対話広場事業は、直接市民の皆様から貴重なご意見やご提言をいただき、お聞きすることで、地域の実情や市民が持つ行政課題を捉えることができたと実感をしております。また、懸案であります国民宿舎事業の運営や下水道使用料の料金改定についても、直接市民の皆様のご意見を伺う4月から5月にかけて、住民意見交換会や説明会を開催しているところでございます。今後も将来を見据え次世代に引き継ぐ町づくりにより一層取り組んでまいりますので、議員閣議におかれましては、市政推進にあたりまして、格別のご理解、ご協力、そしてご支援を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。さて、今期臨時会で審議をお願いいたします案件は、すでにお手元にお届けしておりますとおり、専決処分しました事件の承認を求めるものが1件、条例案件1件の2件でございます。これらのうち、専決処分案件につきましては、3月市議会定例会の閉会の挨拶の際、ご了承をお願いいたしましたとおり、地方税法等の法律の一部改正に伴う関係条例の改正でございまして、緊急やむを得ないものとして、措置させていただいたものでございます。何とぞ慎重なご審議をいただきまして、満場一致のご賛同をもって可決賜りますようお願いを申し上げます。また本日は議会運営の根幹となります議長選をはじめとして各常任委員会の選任などが行われる予定とお聞きしておりますがどうか円滑な議事運営がなされますようご記念申し上げまして開会のご挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。ただいまより令和元年第2回辰野市議会臨時会を開会いたします。これより本日の会議を開きます。
この際ご報告いたします。はじめに監査院より地方自治法第235条の2第1項の規定による霊月水筒検査の結果報告2件が提出されており、その写しを配布いたしておりますのでご静覧願います。次に本年3月に開催いたしました平成31年第1回定例会以降における議長会等の諸会議についてでありますが、去る4月11日に京都市におきまして第84回近畿市議会議長会定期総会が開催され、平成30年度水筒検査結果報告及び令和元年度予算が承認可決されました。次に4月12日に姫路市におきまして第251回万端市議会議長会が開催され、平成30年度事業報告及び会計決算について原案のとおり承認及び認定されました。次に本日の出席議員数及び地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名につきまして事務局長から報告いたします。ご報告申し上げます。まず本日の出席議員数についてでありますが、本日ただいまの出席議員数は22名全員であります。次に地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名についてでありますが、お手元に配布しております名簿のとおりでありますのでご静覧願います。以上でございます。以上で報告を終わります。これより日程に入ります。まず日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は会議規則第82条の規定により議長において11番和田美奈議員、12番高岸博之議員を指名いたします。両議員よろしくお願いいたします。次は日程第2、会期の決定を議題とします。お諮りいたします。今期臨時会の会期は本日5月16日の1日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって会期は本日5月16日の1日間と決しました。これより本日の日程に入ります。日程第3、議員提出第1号辰野市中小企業等振興基本条例制定についてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。12番高岸博之議員、ただいま議題となりました議案提出第1項につきまして、議員を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。議員提出議案第1号辰野市中小企業等振興基本条例でありますが、この条例は市議会中小企業者等市民等の 役割を明らかにするとともに、中小企業者等への等の振興に関する施策を総合的に推進するため基本的事項を定め、地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与するものであります。ここで議案提出に至るまでの経緯を申し上げます。平成30年10月に経済建設常任委員会において、中小企業振興施策について調査・研究をしていくことを決定し、11月から継続的に所管事務調査を実施いたしました。また平成31年1月には、会派代表者会議において、中小企業等を取り巻く厳しい環境が続いている中、中小企業が十分に能力を発揮できる体制づくりや、市商工団体、中小企業、市民等による中小企業等の振興を目的とした条例制定の提案があったものであります。経済建設常任委員会では、市執行部への調査等を行い、中小企業等の市の施策と現状を把握するとともに、中小企業等の振興基本条例の先進事例の研究を精力的に重ね、条例の素案を作成したものであります。そして3月に開催された議会運営委員会において、議員提出の議案として、政策条例を提出することを決定したものであります。また4月には条例素案を公表するとともに、多くの市民から広く意見を求めるべく、パブリックコメントを実施し、辰野市中小企業等振興基本条例、
案を取りまとめたものであります。次に提出議案の概要ですが、本条例は 本文13条および附則で構成されております。第1条は制定の目的を、第2条は定義を規定しております。次に第3条は基本方針を、第4条は基本施策を定めており、第5条から10条まで市議会中小企業者商工団体金融機関および市民等それぞれの役割を明記しております。次に第11条は条例の普及啓発について、第12条は検証および評価について、第13条は委任について規定しております。そして付則では本条例の施行期日を規定しております。以上で提出議案の概要説明を終わりますが、議員各位におかれましては提案の趣旨をご理解いただき、ご賛同を賜りますようお願いをいたしまして、提案理由の説明を終わります。条定議案に対する説明は終わりました。これより条定議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を終結して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。条定中の議員提出第1号は原案のとおり可決することに決して、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって条定中の議員提出第1号は原案のとおり可決されました。この際お諮りいたします。ただいま可決されました議員提出第1号の取り扱い並びに軸等の整理につきましては、会議規則第41条の規定により議長に一任願いたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって採用決しました。次は日程第4承認第1号先決処分した事件辰野市税条例等の一部を改正する条例制定についての承認を求めることについてを議題といたします。これより条定議案に対する説明を求めます。総務部長。ただいま議題となりました承認第1号先決処分した事件辰野市税条例等の一部を改正する条例制定についての承認を求めることにつきまして、先決の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず先決の理由でございますが、平成31年度税制改正により地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されたことに伴い、辰野市税条例及び辰野市都市計画税条例において所要の改正を行うもので、緊急を要しましたので地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分を行い、平成31年3月29日に交付し、平成31年4月1日施行としたものでございます。それでは改正の内容につきまして順を追ってご説明申し上げます。まず第1条は辰野市税条例の一部改正を行うもので、地方税法等の一部を改正する法律の改正を踏まえ、本市税条例におきましても同様の改正を行うものでございます。辰野市税条例第34条の7の改正は、ふるさと納税特例控除の対象となる寄付金は総務大臣が定める基準に適合する都道府県等に対する寄付金で、総務大臣が指定するものと規定するものでございます。附則第7条の3の2の改正は、所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間において、所得税額から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市民税額から控除することおよび住宅借入金特別税額控除にかかる申告要件を不要とするものでございます。
附則第7条の4の改正は、法律の改正に伴う引用規定の改正でございます。附則第9条、附則第9条の2、附則及び附則第10条の2の改正は、法律の改正に伴う引用規定及び軸の訂正、改正でございます。附則第10条の3の改正は、民間事業者が設置する劇場、音楽堂において、バリアフリー化の改修工事を行った場合に、固定資産税の減額の適用を受けるときの手続きを定めた規定の追加、および引用規定の改正でございます。附則第16条の改正は、新規登録から13年を経過した軽自動車等の経年車重化の規定を平成31年度に限ったものとし、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に新規登録した軽自動車等の平成29年度分のグリーン化特例による経過の規定を削除するとともに、新たに第2項から第4項にグリーン化特例による経過の税率表を追加するものでございます。附則第16条の2の改正は、前条の改正により引用する項を繰り上げるものでございます。次に第2条は、辰野市都市計画税条例の一部改正を行うもので、辰野市都市計画税条例附則第1条の5、附則第1条の6および附則第1条の7の改正は、地方税法の改正に伴う項の追加および軸の改正でございます。附則第1条の8の改正は、民間事業者が設置する劇場、音楽堂等において、バリアフリー化の改修工事を行った場合に、固定資産税と同様に、都市計画税の減額の適用を受けるときの手続きを追加するものでございます。附則第11条の改正は、法律の改正に伴う項の追加による引用する規定の改正でございます。次に第3条は、辰野市税条例等の一部を改正する条例の一部改正を行うもので、辰野市税条例等の一部を改正する条例、平成29年条例第2号第2条のうち、辰野市税条例附則第15条の6の改正は、軽自動車税の環境性能割の税率を当分の間 1% 減とする臨時的軽減を規定するものでございます。附則第16条の改正は、法律の改正に伴う引用する規定の改正でございます。次に第4条は、辰野市税条例等の一部改正する条例の一部の改正を行うもので、辰野市税条例等の一部改正する条例、平成30年条例第22号第1条のうち、辰野市税条例第48条の改正は、電子申告の申告書等の提出の柔軟化及び電気通信回線の故障、災害、その他の理由により、電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合の手続きを定めた規定を追加するものでございます。附則第1条及び附則第2条の改正は、法律の改正に伴う引用規定の改正でございます。次に附則につきましては、第1条で本条例の施行期日を平成31年4月1日とし、条例第34条の7、条例附則第7条の4、第9条および第9条の2の改正規定並びに、次条第2項から第4項までの規定につきましては、令和元年6月1日とするものでございます。第2条は市民税に関する経過措置、第3条は固定資産税に関する経過措置、第4条は軽自動車税に関する経過措置、第5条は都市計画税に関する 経過措置をそれぞれ定めたものでございます。以上で、承認第1号の専決処分に係る提案説明を終わらせていただきますが、緊急やむを得ない事情をご検察賜りまして、何とぞ満場一致にてご承認賜りますようお願い申し上げます。上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。
本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を集計して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の承認第1号は原案のとおり承認することに決して、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって承認第1号は原案のとおり承認されました。次は日程第5議案第43号不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定についてを議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。総務部長。ただいま議題となりました議案第43号不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例制定につきまして、提案の理由及びその内容についてご説明申し上げます。まず提案の理由についてでございますが、不正競争防止法等の一部を改正する法律が平成30年5月30日に公布され、工業標準化法の一部改正が行われました。これは情報技術の革新を受け、標準化の対象に物だけではなく、データ、サービス、経営管理が追加されたことにより、標準化の名称が日本工業規格から日本産業規格に改められたものです。つきましては、この用語を引用している辰野市情報公開条例および辰野市個人情報保護条例において、所要の改正を行うものでございます。次に改正の内容につきましてご説明申し上げます。第1条は、辰野市情報公開条例の改正を、第2条は、辰野市個人情報保護条例の改正を行うもので、それぞれにつきまして、別表備考中の日本工業規格を日本産業規格に改めるものです。付属につきましては、本条例の施行期日を令和元年7月1日とするものです。以上で議案第43号についての提案説明を終わらせていただきますが、何とぞ慎重ご審議の上、原案のとおり可決賜りますようお願い申し上げます。上程議案に対する説明は終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がないので討論を集計して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の議案第43号は原案のとおり可決することに決して、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって議案第43号は原案のとおり可決されました。このままの状態で暫時休憩いたします。会議を開きます。議長が都合により退席されておりますので、その間私が議長の職務を行います。議事進行につきまして議員各位のご協力をよろしくお願い申し上げます。ご報告いたします。ただいま19番角田勝議員から一身上の都合により本日付をもって議長を辞職したい旨の辞職願いが提出されております。お諮りいたします。議長辞職についてを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、議長辞職についてを議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第108条および会議規則第94条2項の規定により、
19番角田勝議員の議長辞職を許可することに決してご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって19番角田勝議員の議長辞職を許可することに決しました。ただいまの辞職により議長が欠員となりました。お諮りいたします。議長選挙についてを本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長選挙についてを議題といたします。このままの状態で暫時休憩いたします。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。ただいまから議長選挙を行います。この選挙は投票により行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は22名であります。次に立ち会い人を指名いたします。立ち会い人は会議規則第30条2項の規定により、3番堀譲議員、18番長富康議員を指名いたします。両議員、後ほどよろしくお願いいたします。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。これより事務局長に点呼を命じます。命により点呼いたします。1番、楠木明弘議員。2番、船引宗俊議員。3番、堀譲議員。4番、宗実正則議員。5番、小江塚靖子議員。6番、木南祐樹議員。7番、柏原かなめ議員。8番、野本俊明議員。9番、松本良三議員。10番、赤木和夫議員。
11番和田美奈議員。12番高岸博之議員。13番松下慎一郎議員。14番匠隼人議員。15番柳生陽一議員。16番桑野元澄議員。17番三木浩一議員。18番長富康議員。19番角田勝議員。20番名村義弘議員。21番畑山貴和議員。22番横田勉議員。以上でございます。投票漏れはありませんか。投票漏れなしと認めます。よって投票を終了いたします。これより開票を行います。3番堀ゆどる議員、18番長富康議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
それでは開票の結果をご報告いたします。投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。このうち有効投票20票、無効投票2票、有効投票中1番楠木昭弘議員11票、15番柳生陽一議員9票、以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は5票であります。よって、1番楠木昭弘議員が議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。ただいま議長に当選されました1番楠木昭弘議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告知いたします。ここで当選されました1番楠木昭弘議員により発言を求められておりますのでこれを許します。どうも、失礼いたします。楠木でございます。先ほどは本当に議員の皆様方のご推挙によりまして、辰野市議会議長という大役を仰せつかわりました楠木でございます。なった以上は、今後とも行政側と、いや、理事者側と両輪のごとく、市政発展のために力いっぱい頑張っていく所存でございますので、皆様方、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げまして、簡単措置ではございますが、挨拶に就任の挨拶に変えさせていただきます。本日はよろしくお願いいたします。新議長の挨拶は終わりました。楠木議長、議長席にお着きください。事務引き継ぎのため、このままの状態で暫時休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。ご報告いたします。ただいま20番、名村義弘議員から一身上の都合により、本日付をもって副議長を辞退したいとの旨の辞職願が提出されました。お諮りいたします。副議長辞職についてを本日の日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって、副議長辞職についてを議題といたします。お諮りいたします。地方自治法第108条および会議規則第94条の第2項の規定により、20番、名村義弘議員の副議長の辞職を許可することに決してご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって20番、名村義弘議員の副議長辞職を許可することに決しました。ただいまの辞職により、副議長が欠員となりました。ただいまの辞職により、副議長が欠員となりました。お諮りいたします。副議長選挙についてを本日の日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって、副議長選挙についてを議題といたします。このままの状態で暫時休憩いたします。それでは休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまから副議長選挙を行います。この選挙は投票により行います。議場の閉鎖を命じます。ただいまの出席議員数は22名であります。次に立ち会い人を指名いたします。立ち会い人は会議規則第30条第2項の規定により、4番宗実正則議員、17番三木浩一議員を指名いたします。両議員よろしく後ほどお願いいたします。投票箱を改めさせます。異常なしと認めます。念のため申し上げます。投票は短期無記名であります。点呼に応じて前へ出ていただき、投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。これより事務局長に点呼を命じます。名により点呼いたします。1番、楠木昭弘議員。はい、2番、船引宗俊議員。3番堀譲議員、4番宗実正則議員、5番小江塚靖子議員、6番木南祐樹議員、7番柏原かなめ議員、8番野本俊明議員、9番松本良三議員、10番赤木和夫議員、11番和田美奈議員、12番高岸博之議員、13番松下慎一郎議員、14番匠隼人議員、15番柳生洋一議員、
16番桑野元澄議員。17番三木浩一議員。18番長富靖議員。19番角田勝議員。20番名村義弘議員。21番畑山貴和議員。22番横田勉議員。以上でございます。投票漏れはありませんか。投票漏れはなしと認めます。よって投票を終了いたします。これより開票を行います。4番宗真正則議員、17番三木浩一議員、開票の立ち会いをお願いいたします。それでは開票の結果をご報告いたします。投票総数22票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。このうち有効投票17票、無効投票5票、
有効投票中、14番宅見隼人議員16票、17番三木光一議員1票、以上のとおりでございます。この選挙は法定得票数は5票であります。よって14番宅見隼人議員が副議長に当選されました。議場の閉鎖を解きます。ただいま副議長に当選されました14番宅見隼人議員に本席から会員規則第31条第2項の規定により当選を告示いたします。ここで当選された14番宅見隼人議員より発言を求められておりますので、これを許します。14番宅見隼人議員、この度、副議長に就任させていただきました宅見でございます。多くの皆さんの票をいただき本当にありがとうございました。先ほども申し上げましたが、この1年、議長を補佐し、円滑なる議会運営、そして、市民に信頼されるような議会運営を目指して、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。新副議長の挨拶は終わりました。次は日程第6、常任委員の指名についてを議題といたします。本件につきましては、あらかじめご協議願っており、委員会条例第7条第1項の規定により、議長において各常任委員の指名をいたします。まず、総務生活常任委員に私、1番、楠木昭弘、6番、君並祐樹議員、9番、松本良三議員、15番、柳生陽一議員、16番桑野元澄議員、18番長富康議員、19番角田勝議員、20番名村義弘議員、次に福祉文教常任委員に4番宗真正則議員、5番小江塚康子議員、8番野本俊明議員、11番和田美奈議員、14番宅見隼人議員、17番三木光一議員、22番横田勉議員、次に経済建設常任委員に2番船引宗俊議員、3番堀譲議員、7番柏原かなべ議員、10番赤木和夫議員、12番高岸博之議員、13番松下慎一郎議員、21番畑山忠和議員、以上のとおり各常任委員を指名いたします。なお議長の委員会所属についてでありますが、委員会条例第2条第1項ただし書きの規定により常任委員を辞退したいと思いますので、そのようにご了承願います。次は日程第7議会運営委員の指名についてを議題といたします。本件についてもあらかじめご協議願っており、委員会条例第7条第1項の規定により議長において指名いたします。6番君並祐樹議員、8番野本俊明議員、10番赤木和夫議員、12番高岸博之議員、13番松下慎一郎議員、16番桑野元澄議員、18番長富康議員、21番畑山忠和議員、以上のとおり議会運営委員を指名いたします。この際ご報告申し上げます。ただいま特別委員のうち議会広報調査特別委員の私1番楠木昭弘、16番桑野元澄議員、議会改革調査特別委員の6番君並祐樹議員、18番長富康議員、議会 ICT 調査特別委員の3番堀譲議員、公共建築物調査特別委員の私1番楠木昭弘、15番柳生陽一議員、本件に予算特別委員の私1番楠木昭弘の
計6名の委員から各特別委員を辞任したい旨の辞任願いが提出されました。よって委員会条例第18条の規定により議長においてこれを許可いたします。この辞任により該当の特別委員が欠員となりましたので、この際特別委員補欠委員の指名についてを日程に追加し直ちに議題にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。異議なしと認めます。よって特別委員補欠委員の指名についてを議題といたします。本件については委員会条例第7条第1項の規定により議長において補欠委員を指名いたします。まず特別委員のうち議会広報調査特別委員に3番堀譲議員、15番柳生陽一議員、議会改革調査特別委員に5番小江塚康子議員、19番角田勝議員、議会 ICT 調査特別委員に2番船引宗俊議員、公共建築物調査特別委員に4番宗種正則議員、16番桑野元澄議員、予算決算特別委員に19番角田勝議員、以上のとおり特別委員補欠委員を指名いたします。ここで暫時休憩し、ただいまから全員協議会を301会議室で開催いたしますので、各議員はご参集をお願いいたします。休憩前に引き続き会議を開きます。この際ご報告いたします。先ほどの休憩の間に各委員会が開催され、政府委員長がご選されましたので、その結果をご報告いたします。総務生活常任委員会委員長に6番木南祐樹議員、副委員長に9番松本良三議員、福祉文教常任委員会委員長に8番野本俊明議員、副委員長に5番小江塚康子議員、境内建設常任委員会委員長に7番柏原かなめ議員、副委員長に10番赤木和夫議員、議会運営委員会委員長に13番松下慎一郎議員、副委員長に10番赤木和夫議員、比較排水処理対策特別委員会委員長に10番赤木和夫議員、副委員長に8番野本俊明議員、議会広報調査特別委員会委員長に5番小江塚康子議員、副委員長に11番和田美奈議員、議会改革調査特別委員会委員長に20番名村義弘議員、副委員長に2番船引宗俊議員、予算決算特別委員会委員長に14番匠隼人議員、副委員長に10番赤木和夫議員、議会 ICT 調査特別委員会委員長に6番木南祐樹議員、副委員長に11番和田美奈議員、公共建築物調査特別委員会委員長に16番桑野元澄議員、副委員長に4番宗種正則議員、以上のとおり各委員会から報告を受けましたのでご報告いたします。ただいま市長から同意第1号辰野市監査委員選任の同意を求めることについての議案が提出されました。お諮りいたします。これを本日の日程に追加し直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第1号を議題といたします。これより上程議案に対する説明を求めます。はい、副市長。ただいま議題となりました同意第1号辰野市監査委員選任の同意を求めることにつきまして、その提案の理由をご説明申し上げます。本件はこの度市議会議員のうちから選任いたしておりました楠木昭弘議員から監査委員の職を辞したい旨の届け出があり、これを承認いたしましたので、その後任として三木浩一議員を監査委員として選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定により、ここに議会の同意を求めるのでございます。ご承知のとおり監査委員は地方自治法の定めるところにより市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等を監査することをその職務とするものでございます。また同法の定めるところによりその定数は2名であり、議会の同意を得て市長が選任することとなっておりますが、そのうちの1名は議会議員のうちからとされるものでございます。ここに選任しようとする三木浩一議員の経歴につきましては議員各位には十分にご承知のとおりでございますので割愛させていただきますが、人格、執権ともに優れ、本市監査委員としてまさに適任であると確信いたしております。何卒満場一致をもってご同意賜りますようお願い申し上げます。
上程議案に対する説明を終わりました。これより上程議案に対する質疑に入ります。ご発言ありませんか。発言がないので質疑を終結いたします。この際お諮りいたします。本件は会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本件は委員会付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。ご発言ありませんか。ご発言がありませんので討論を終結して直ちに評決に入ります。お諮りいたします。上程中の同意第1号は原案の通り同意することに決してご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって同意第1号は原案の通り同意されました。ここで監査委員に同意されました17番三木浩一議員より発言を求められておりますので、これを許します。ただいま皆様の温かいご支援によりまして同意していただきました関西になりました三木浩一です。これからの予算執行並びに事務処理が適切だ等に行われますようにしっかりと監査させてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。17番三木浩一議員の挨拶は終わりました。この際お諮りいたします。当議会より選出の医療保健衛生施設事務組合議会議員の12番高岸博之議員から本日付をもって医療保健衛生施設事務組合議会議員を辞職する旨の辞職届が提出されました。よって同組合規約第5条第2項の規定により医療保健衛生施設事務組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって医療保健衛生施設事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし直ちに選挙を行います。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦にすることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって医療保健衛生施設事務組合議会に11番和田美奈議員を指名いたします。ただいま議長において指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました11番和田美奈議員が医療保健衛生施設事務組合議会議員に当選いたしました。ただいま当選いたしました11番和田美奈議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告示いたします。この際お諮りいたします。当議会より選出の医療地区農業共済事務組合議会議員の6番木南祐樹議員、11番和田美奈議員から本日付をもって医療地区農業共済事務組合議会議員を辞職する旨の辞職届が提出されました。よって同組合規約第6条第3項の規定により医療地区農業共済事務組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって医療地区農業共済事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし直ちに選挙を行います。お分かりいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦にすることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって議長において医療地区農業共済事務組合議会議員に14番田組隼人議員、19番角田勝議員を指名いたします。ただいま議長において指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ございませんか。
ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました14番田久美隼人議員、19番角田勝議員が入流地区農業共済事務組合議会議員に当選いたしました。ただいま当選いたしました14番田久美隼人議員、19番角田勝議員に本席から会員規則第31条第2項の規定により当選を告示いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の播磨高原広域事務組合議会議員の19番角田勝議員、21番畑山忠和議員から本日付をもって播磨高原広域事務組合議会議員の辞職をする旨の辞職届が提出されました。よって同組合規約第5条第3項の規定により播磨高原広域事務組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって播磨高原広域事務組合議会議員の補欠選挙を議題とし直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦することに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において播磨高原広域事務組合議員に2番船引宗俊議員、6番木南祐樹議員を指名いたします。ただいま議長において指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました2番船引宗俊議員、6番木南祐樹議員が播磨高原広域事務組合議会に当選いたしました。ただいま当選いたしました2番船引宗俊議員、6番木南祐樹議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の西播磨水道企業団議会議員の16番桑野元澄議員から本日付をもって西有馬水道企業団議会議員を辞職する旨の辞職届が提出されました。よって同企業団規約第7条の規定により西有馬水道企業団議会議員の補欠選挙を日程に追加し直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって西播磨水道企業団議会議員の補欠選挙を議題とし直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において西播磨水道企業団議会議員に20番名村義弘議員を指名いたします。ただいま議長において指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました20番名村義弘議員が西播磨水道企業団議会議員に当選いたしました。ただいま当選いたしました20番名村義弘議員に本席から会議規則第31条第2項の規定により当選を告知いたします。次にお諮りいたします。当議会より選出の西播磨消防組合議会議員の16番桑野元澄議員から本日付をもって西播磨消防組合議会議員を辞職する旨の辞職届が提出されました。よって同組合規約第7条第3項の規定により西播磨消防組合議会議員の補欠選挙を日程に追加し直ちに選挙を行いたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって西播磨消防組合議会議員の補欠選挙を議題とし直ちに選挙を行います。お諮りいたします。選挙の方法につきましては地方自治法第118条第2項の規定により指名推薦することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推薦によることに決しました。次にお諮りいたします。指名の方法につきましては議長において指名することにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって議長において西播磨消防組合議会議員に私1番楠木昭弘を指名いたします。ただいま議長において指名いたしました非指名人をもって当選人と定めることにご異議ございませんか。
ご異議なしと認めます。よってただいま指名いたしました私1番楠木昭弘が西有馬消防組合議会議員に当選いたしました。次は日程第8委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。お手元に配布しておりますとおり、議会運営委員長から委員会条例第40条の規定により、閉会中の継続審査申出書が提出されました。この際、お諮りいたします。議会運営委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに、決してご異議ございませんか。異議なしと認めます。よって、議会運営委員長からの申し出書のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。以上で今期臨時会に付議されました議案はすべて議了いたしました。これをもって令和元年第2回辰野市議会臨時会を閉会いたします。閉会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。今期、臨時会におきましては議長副議長の選挙、任期満了に伴う各委員の補欠選挙の指名および各組合議会議員の補欠選挙をはじめ、市長から提案されました承認案件条例制定等につきまして、議員各位には終始極めて熱心かつ慎重にご審議ご決定を賜り、改めて衷心より深く感謝を申し上げる次第でございます。さて、去る4月30日、30年余り続いた平成時代が幕を下ろし、5月1日より令和時代が幕開けとなりましたが、本市におきましても新たな時代に向け、未来応援住みたい町辰野のさらなる推進、また若者子育て世代が住みたい住み続けたいと思える活力ある元気な都市の実現を目指し、一層のご尽力をお願いする次第でございます。議会といたしましても、これからの社会情勢の変化を見据え、本市が目指すまちづくりに向け、また市民の皆様の要望や期待に応えるため、より一層積極的な議会活動議決責任を果たし、新時代にふさわしい議会運営に取り組んでいく所存でございます。最後になりますが、市長をはじめ理事者の皆様には、今後とも本会議や委員会を通して議員から出されました意見要望等につきましては、市政運営に十分反映していただきますようお願い申し上げますとともに、議員各位におかれましても健康には十分ご留意賜り、本市発展のためになお一層のご尽力を賜りますようお願い申し上げまして、閉会のご挨拶といたします。市長。令和元年第2回辰野市議会臨時会の閉会にあたり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。今期市議会臨時会にご提案申し上げました案件につきまして、議員各位には終始慎重にご審議が賜り、いずれも原案の通り可決いただきましたことに対しまして、心から厚くお礼を申し上げます。ありがとうございました。また議会におかれましては、議長副議長の選出をはじめ、各常任委員会の構成、各種委員の選任など、市議会の新たな組織構成も決まり、ご同慶の至りに存じます。さて、3月市議会定例会において、平成31年度施政方針でお示ししましたとおり、本年度のテーマを未来応援、住みたい町辰野、人口減少、少子高齢化の挑戦として、さまざまな事業に取り組んでまいります。そこで本年度の事業を円滑にスタートさせるために、4月上旬に各部の事業計画のヒアリングを行い、積極的な事業展開と細部にわたる確認事項について指示をしたところでございます。これらの事業実施にあたりましては、私の市政運営の基本姿勢であります常に市民が主役を念頭に、これまで以上に市民目線と現場主義を徹底し、若者子育て世代が住みたい住み続けたいと思えるまちづくりに向け、全力で市政運営に当たってまいりますので、議員閣議をはじめ市民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。我々に臨み、議員閣議のますますのご健勝とご活躍をご祈念申し上げ、閉会のご挨拶といたします。本日は誠にありがとうございました。本日は皆様お疲れ様でした。